一眼レフカメラ、コン海カメラ店に並ぶ様々なカメラカメラは像を結ぶための光学系を持ち映像を撮影するための装置。写真機とも言う。なお、ドイツ語に近い形でカメラと呼ぶ場合が多いが英語風にキャメラと呼ぶ場合もある。高機能な携帯電話などに搭載されるようになった動画、静止画撮影兼用のカメラモジュール等を指して カメラと呼ぶことも増えている。元々の語源であるラテン語のカメラは小さな部屋を意味し、これは後に政治や財政を司る部屋などと意味が拡大した。カメラの由来であるカメラオブスクラのオブスクラは暗いという意味で画家が風景画を描く際に用いた暗室に由来する。カメラは基本的に遮光されたボディに レンズシャッターファインダー焦点調節装置撮像阻止等を取り付けたものであり、レンズには通常、絞りが組み込まれている。レンズも参照被写体からの光を集めて一点に像を結ぶようにするもので、カメラの基本的な要素部品である。絞りも参照レンズからの光量を調節するための気候を絞りという。ファインダーも参照カメラで映る範囲を確認するための窓をファインダーという。 撮影範囲を知るためのビューファインダーを撮影用レンズと独立させて取り付けたものをビューファインダーカメラという構造が簡単なため安価なカメラに使用されるファインダーには簡単なレンズが使用されることが多いがライカ M シリーズのように距離計と組み合わせて精密な焦点調節を可能にしているものもあるこれらは距離計連動式カメラと呼ばれるまた フィルムカメラにおいては、一眼レフカメラ、二眼レフカメラに対し、コンパクトカメラと呼ぶ。この形式の不可避の欠点として、撮影用レンズとファインダーが独立していることによるパララックスが生じるが、ほとんどの距離系連動式カメラには、パララックス補正装置が組み込まれている。またビュー、ファインダーカメラは、その示唆のために極端な近接撮影には向かない。詳細は、 カメラの歴史を参照レンズと鏡を用いた携帯式カメラオブスクラ。これが後の写真機の原型になったカメラの原理は写真術の発明以前から知られていた。16世紀画家が風景画を描く木は壁面に小さな穴を開け反対側の壁面に外の景色が映し出されるという暗室が利用された。後にカメラオブスクラには焼結の代わりに レンズが取り付けられ、より鮮明な像が得られるようになった。さらに反射鏡によって、箱の上面に像を結ばせるようにした小型のカメラオブスクラが作られた。これは絵画における遠近画法の確立に寄与したと言われている。1824年、ニセフォールにエプスが、世界初の写真であるヘリオグラフィオ、発明、携帯型カメラオブスキュラの画像が定着できるようになった。 1839年8月19日には、ルイ・ジャックマンでダゲールが初の実用的写真術、ダゲレオタイプを発表。その後のカメラは写真と共に発展していった。19世紀末までに記録媒体として写真フィルムが普及し、コンパクトで手軽に写真が撮影できるカメラが大衆化する。1950年代までは、イギリスやドイツ、アメリカ合衆国が、 世界市場を牽引していたが、1970年代以降は日本製のカメラが世界市場を接見する。1963年には露出を自動化した AE カメラが現れた。さらに1977年にはオートフォーカス機構が実用化され構図を決めてシャッターを押すだけで写真が撮れるのが当たり前の時代になった。2000年頃から 従来の銀塩フィルム上の化学反応による撮影画像の記録ではなく、撮像素子からの電気信号をデジタルデータ化して記録するデジタルカメラが普及し始める。その後、デジタルカメラは勢力を伸ばし、ついには従来のフィルムカメラを駆逐する勢いとなって、それに伴いフィルムカメラ関連の事業は縮小していった。銀塩カメラ。 編集フィルムやンガシなどの観光材料を利用したカメラでフィルム式カメラやインスタントカメラなどデジタルカメラ以外のほとんどのカメラが銀塩カメラに当たる。銀塩は観光材料の主たる原料に銀や塩素の化合物が用いられていることに由来する。銀塩写真では撮影時に光を銀や塩素の化学反応として記録し、 それを別の化学反応によって目に見える形に変化させる現像の処理が必要なため画像が出来上がるまでに時間がかかる。また、銀塩写真では撮影するたびにフィルムを消費するためコストが比較的高くなる。一方で、銀塩写真は化学反応の強弱に応じた細かい階調表現が可能なことや現像のプロセスを楽しむ目的などから未だに人気がある。 デジタルカメラ編集詳細はデジタルカメラ及びデジタル写真を参照デジタルカメラは銀園などの科学的な観光材料の代わりに観光を電気信号に変換する部品を用いたカメラであるいわゆる電子ガジェット類に機能の一つとして付属している場合もあるデジタルのタイミ語として扱われるアナログからアナログカメラと俗称されることがあるデジタルカメラは モニター画面を通して撮影後すぐに結果を見ることができ、色や画像のデジタル処理も容易に行うことができる。また、デジタルカメラは撮影のみの場合にはほとんどコストがかからないなどの利点もある。なお、銀円カメラでなく、デジタルなカメラでもないものとして、電子スチルカメラといったものもある。スチルカメラ、編集静止した写真の撮影用のカメラをスチルカメラという。 スチール写真を参照ムービーカメラ、編集動画の撮影用のカメラをムービーカメラという。銀円式のムービーカメラの場合は小さいコマにフィルムを連続的に供給して記録する必要がある。デジタル式の場合はスチールとよく似た仕組みでムービーの機能も実現できることから多くのデジタルカメラは短時間の動画を撮影する機能を持つ。ビデオカメラ及び 映画用カメラを参照コンパクトカメラ。編集コンパクトタイプのカメラは撮影の機能はシンプルに押さえ持ち運びに便利。一眼レフカメラ。編集詳細は一眼レフカメラを参照一眼レフカメラとはフィルムに映る画像を鏡を使って反射し、それをスクリーンに投影してそのままファインダー像とするカメラ。撮影用レンズとフィルムとの間に45度の反射鏡を配置。 フィルム上と同等の画像を髪型のピントグラス上に結像させ確認できるようにしたカメラである。シャッターを開く際は2眼レフカメラ。編集詳細は2眼レフカメラを参照撮影レンズと同じ焦点距離のレンズによるレフレックス型ファインダーのカメラ。1眼レフカメラと同様に45度の反射鏡を使って本体上部のピントグラス上に ファインダー像を得る方式だが、撮影用レンズと同等のファインダー用レンズが別に存在するカメラである。ファインダーに映る像は左右が反転する。ビューファインダー式と同様に視差を生じる。製造者、使用者双方の利便性のために、フィルムの種類は規格化されており、規格ごとにおおむね以下のように分類できる。小型カメラ、編集多くは 35mm フィルムを使うカメラ。 画面フォーマットとしては、ライカ版が主流だが、1コマ分を長手方向に半分にして使用する 35mm ハーフ版も、ある。また、126カートリッジフィルム、APS フィルムを使うカメラも小型カメラに、分類される。中型カメラ、編集詳細は、中盤カメラを参照中型カメラに分類される。中盤カメラは、120フィルム。 または220フィルムを使うカメラ。画面フォーマットとしては64.5センチメートル版、66センチメートル版、67センチメートル版、68センチメートル版、69センチメートル版、612センチメートル版、617センチメートル版などがあるが、実際の画面サイズはカメラによって違うこともある。大型カメラ編集詳細は大版カメラを 三照を上がったカメラに分類される大判カメラは、4、5インチ以上で、一般に、ロールフィルムではなくいわゆるシートフィルムである。4、5インバン、5×7 インバン、80インバンなど、超小型カメラ、編集詳細は、超小型写真を、ミリ 16mm フィルムや、ミノックスサイズのフィルムを使うカメラ。戦前から戦後に流行した豆カメラや、110、カートリッジフィルムを使うカメラ等、 ギネスブック等で一般市販された世界最小のカメラとされるのは1948年から日本のセペテロ工学により少数が製造された円形カメラペタル以下は撮影方式用途、その他による分類である詳細は三脚及び一脚を参照三脚は重量のあるカメラレンズやスローシャッターの使用長時間録光。 セルフタイマーで撮影者も映る場合などに使われる。三脚や一脚は手ぶれを防ぐのにも有効だが、使用の手間もかかるので、3 5ミリなどの小型カメラでは、限られた場合にのみ用いられる。最近は、各社メーカーから、軽量のものが出され、大型のものは、主流が、カーボンファイバーを使用したものに移行してきている。カメラに固定するネジは、主にインチネジであるアンク1。 4が使われ、稀に、アンク3、8が使われる。ありがとうございます。